ここ電光発動してます。気持ち悪いやつ発動してます。またここまで出てるんですね。毎回出る、毎回出る。フライオン始まりました。よっよっ、どうしたんですか。あれ、今日はちょっと誠司さん、はい。どうしたどうした。今日僕の申し込み企画、怖い、怖い、もう怖いっす。何？目見たらわかる、これ。コスプレ界ですか？これ見たらわかりました。猫です。猫の適性試験。猫の適性。猫になる。猫の適性。猫の適性。猫になれるかどうか。今回はより猫を知って、はいはい、メンバーにも猫愛を。より深めてほしいということで。いやー、まあ、猫、まあ、まあ、人気あるからな、猫は。恥ずかしかった、恥ずかしかった。まあ、そうだ、そうだ。すごい葛藤を感じてるわ。どうしてもらってたんやろ。俺いいか、これやってっていう。どうしてもらってたんやろ。ミュージシャンとしてっていう、なんか。友達になんて言われるやろってのが出てたよ、確かにな。あの、YouTuber って癖って、そんなじゃ猫の種類を、なるほどね。あの、ピックアップして。いや、わからんな。この答えてもらおうと。で、猫はもっと詳しくなろう。あー、なるほどね。そうそうそう。まあでも分かりそう。分かるやろな。めちゃめちゃメジャーどころ。あー、はいはいはい。知ってて当然。あー、なるほど。一番のヒカキンさんみたいな感じ。あー、なるほどなるほど。それは分かるよ。それは分かるよ。じゃあまず1問目。1問目が。詳しくなくてもね。こちら。あー、分かりました。はい、こちらです。分かんの？いや、かわいいな。あ、これはなんか俺も知ってるかも。え？これはさすがに分かった。でも、なんか俺、あの、シルベスターサロンみたいな。一回、国は一緒じゃん。うん、ちょっと略せるし、これ。なんか略せる方の方がみんな知ってんちゃうかみたいな。シルベスターサロンも略せる。あれ？略せる？え？浜省みたいな。いやいや、ほんまそういうことになる。浜省的な。浜省的な略し方じゃないよ。いや、まあ、浜省さ。浜省。国的にはだから合ってるよ、この。うん。国的に。ねえ、スタローン立ってるよ。スタローンでしょ。スタローンみたいな口で一番当たる。せーの。アメリカンショートヘア。はい、正解。あー、はい、なるほど。それは、これは、アメリカンショートヘア。もう、まあ、シルベスタスタローン、確かに、雰囲気だいぶ近い。違うやろ、合ってた。いやいや、なんか近い。そうね、なんか近い。これでわからんかったじゃん、俺絶対わからんな。確かに。え？絶対見たことある。なるほど。ほら、わかります。俺も有名よ。うわ、わかります。これめっちゃ見たことあんな、俺。有名よ。マジで。ちなみに、これヒントで言うと、そう、同じ単語で別のものを。あー。すごい有名なもの。あ、わか、正解は完全に。いや、こいつなんか見たことあんな。同じ単語で別のものがある？うん。同じ単語で別のものがある。さっきの豆知識だけ言っとくと、この子は、毛がないんし。そうそうそう。気がないから猫アレルギー、まあ、意識のあれやったらあるけど。バー、何落としてん？バーから始まりました。何落としてん？はい。アフリカ、アフリカ。アフリカ？アフリカ、アフリカ大陸の。有名や。アフリカ大陸の。エジプト。おぉ。あ、出た。うん。あー、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 そこで見たの。あー、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 スピンクス。え、ほんまに？そう。え？はい。そんな名前あんねや。え、なんでこれ知ってんの？え、でもなんか普通に知ってるレベル。あ、そう。うん、聞いたことあるって感じ。なるほどね。めちゃめちゃ有名。フィンクス。これも有名です。うん。はい。ん？こちら。あ、あー、なんかわかるよ。こちら。なんかわかるよ。全部大きい文字なんや。はい。何やろな。何やろな。ちょっとヒントで言うとな。ね、山脈。ピレ。あエベレスト。あ、でもそういう感じ、そういう感じ。あれ、でも近い、なんか響き。響き？ままではないけど、あ、なるほどね、山脈感があるってこと？山脈感。イコマ。イコマなら。そんなイコマの顔してへんやろ。そういう山脈の名前に近い。近い。で、山脈で言うと、ヒマラヤ山脈。あ、ヒマラヤン。ヒマラヤンヒマラヤン。ヒマラヤン。ヒマラヤン。あ、当たり絶対。え、ヒマラヤン。待ってたんじゃん。うそでしょ。ヒマラヤン。だとしたら、ヒマラヤ言ったらあかんか。下手すぎるか。
からもう最後一文字やったからな。そんなの誰でも分かるから。逆にそんな人で言うと絶対違うと思ってたもんね。そうだよ、まだやん、絶対言うと分かる。なわけないやって言いたいぐらいのやつやってたのに、もうこっちでまた突っ込んでる。気払いは隠さない。拙い司会やな、あれって。ドキドキするわ。難しいやつや。え、見たことある。分かった、あ、分かった。ほんまに、あ、でもアンカーは確かに分からんけど、分かると思う。これえ、そういうことよね。猛獣っぽい名前、チーターチーターみたいなやつやろ。え、猛獣っぽい名前ついてない。まあ、猛獣っぽいか。タイガー、俺もタイガーと思ったけど、タイガーヒョウみたいなやつやんな。ちなみに、我が家は実家にいる。ええ、実家にいる。そんな聞いたことない。で、アンカーは自分見たことあるんちゃう。え、アンカー見たことある気がする。友達が飼ってる。え、これ俺も知ってる友達が買ってるね。そうね、うわー、めっちゃ忘れした。誰、ちょっと前から SNS であの人発信するよね。そうだね。え、俺めっちゃ最近も会って名前聞いたよ。天川の大親友やん。田中、ヒロ田中や。うん、田中買ってる。田中買ってる。色違いますよ。いや、あ、ちょっと色はね、だからね、これちょっとグレーな感じ。たくさんあるのよ。いや、でもだから一文字目さ、濁点。ドアステン。あ、じゃあ、分かった。俺も分かった。知ってるね。俺も分かった。全然分からん。何も分からん。ベルゴッド。お、文字数全然違かったけど、ベルゴッド。もうベイリットからもう引っ張られてるから。ベルセルクの。ベルセルク。でも一文字目あったよ。合ってる合ってる。嘘、マジで？奇跡的に。ベルさん。バルさんから引っ張られてるから、それ。ベーン、ベーン、お、お、もうここまで出かかってんねん。ここ、ベンコー、ま、発動してます。気持ち悪いやつ発動してます。またここまで出てるやつね。違うやつやろ。毎回出るやつ。同じやねん、これよう分からんねん。え、ベンカールー、ベンカールー、ベンカールル。ベンガール。色々の数我が家の実家にもいる。あ、そうなんだ、ベンガール。実家はいいね。ちなみにこれ模様めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。そうな、これ模様によっては20-30万とか。へー、猫なの。その種類っていうか、その模様によって値段変わんない。そうさ、鯉みたいな感じ。鯉のその模様によってなんか値段すごい高くなってる。なるほどね。へぇー、我が家もいる。なるほどなるほど。ベンガーね。ベンガーって。ベンガーも知らん。今回も俺結構優秀だった。いや、だいぶ優秀。だいぶ優秀だった。3問終わってましたね。もうそう。そんなわかんない。さあ、そんな中で、小倉さんの猫を適当に猫商売のやってましたけども。いやー、なるほど。小倉さん。はい。まあそうね。勉強してますか？何が？どういうこと？おぉ、あら、あらあら。だからあったよ。そんな感じ？まあ、ちゃんと勉強してくれてると思うんで、その結果をちょっと、まあ、そうやな、小倉さんよ、はい、これ小倉さんよ、小倉さんよ、はい、よかったよかった。そんな感じ。 YouTube 適正テスト、追加試験です。今回は正直ヒカキンさんとも並ぶぐらい有名や。もうみんな知ってる。なるほど、はい、はいはいはい。じゃあもうまずこの方。はい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 、わかりますか。いや、もうこれも知ってますよね、青川さん。あれ。ちょっと待って、ちょっと怖い。え、ヒントめっちゃ書いてる？もしかして。書いてます。じゃあ分かった。分かりますね。ヒント、マカ。あの、T シャツに MKA って書いてるから。T シャツに MKA でね。マカさんでは？マカさんではないです。あ、加藤。あ、でも、まあね、そういうことです、でも。もう。アイムかな、これじゃあ。あ、そうかもね。めちゃめちゃヒントあげる。私はね、私は誰や。アイム。勉強してないね。そうやな。え、知らない。もういやいや、もう一文字じゃん。そう、アルファベットで。まあね、もうヒントめちゃくちゃヒント言ったらもう。T じゃなかったら分かるやろ。僕です。カード。正解。じゃあこの人知らんとあかんよ。知らんな。山村もさすがに知ってた。さすがに知ってるよ。
って何してる何してる何の動画見てるの YouTube の人やって何の動画見てるのえ何の動画見てるのそんな詳しく言わんでも分かるもう分かんないまたいいはい次行こう次行こう次あれなんか見たことあるこれ見たことあるあれいやでもサングラスあこの人はあの人は知るほど有名ですよこの人は、まあねはいまあ、えあの人に近いのかなどの人ヒカキンさんに近いのかな近いおセイキンさんおお正解おこれさ最後よしいけいけこの流れでもうあおもうこれ絶対チャンスちゃう絶対チャンスもんだよ僕はもうこの人にだいぶお世話になってるへえ。ああ、はいはいはい、はい、あるあるある知ってるわかりますよ何の動画やってるカズキがだって僕はやっぱりそっち系まあヒントで僕はやっぱアップルユーザーなんでアップルユーザーやっぱりこの人を見ていつも僕は、うん、発表会とかアップル発表会とかもほういつも勉強させてもらってますこの人を見て絶対聞いたことあるよねこれ絶対聞いたことある一文字何もし言っちゃっていいのうん一文字タカもうちょっと待ってくださいじゃないよ、ね、じゃない方ねタカどこから出てきたこれこの人タカってどこから出てきたあの名人じゃない方ねタカハ名人って思ってた名人ちょっと待ってくれじゃない方お前タカハ名人はじゃない方それも謝罪レベル違う違う方って言ってるやんから違う方ね広く言うとおメジメさんと直近で言うと高橋メジメジメさん正解は瀬戸康史さんですあんまり聞いたピンとせえへんな、うん、これでも知っとかなあかんのこれ不意に来るって言ったやろ俺言ってたんですよテストは、うん、勉強してほんまこんな感じで不意に来るから全然関係ない企画とかで来るからなるほど。あ、すごい有名な方です。すんごい有名です。もう一回聞いたと、もう並ぶぐらいのみんなレベルの人ですから。やばいやばい。ちょっとあの今後も、マジでこういうのがあるんで。なるほど。なるほど。いや、怖い、それやめてや、ほんまに。しかも聞いてなかったからな。ほんまや、聞いてないんですよ。不意に来るって言ってたから。抜き打ち。はい。でもね、後編は全部カットして、ここだけ使います。さあ、というわけで、アイフレンでした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あ、怖い。